ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今日の車中飯はスパゲッティ with ミートボール、ミートボールのパスタを作っていこうと思います。まあ、作るっていうとね、なんかすごくちゃんとしているように聞こえるんですけど、まあ、実際はね、出来合いのものを温めて混ぜ合わせるだけの超簡単お手軽手抜き料理になります。まあ、料理というのもね、おこがましいぐらいなんですけども、で今日のね、食材はすべてベーシアで購入しています。で大盛りパスタの容器なんですけど、かなりね、揚げ底になってるんですけど、まあ揚げ底にしなくてもね、実際すごい量入ってるんで、文句はね、ないと思います。ミートボールをね、加えることでかなりね、ボリューム満点で、私みたいなね、大食感でもね、満足できるんじゃないかなと思います。でミートボールのパスタで有名なのって、カリオストロの城とかワンワン物語ね、出てきて、一度はね、食べてみたいなと思ってたんですけど、一から作るのは大変なので、こんなね、やり方もいいんじゃないかなと思いました。